関山由は日本のバドミントン選手、九州国際大学附属高等学校職員、愛媛県出身、右利き、元日本代表。2003年、九州国際大学附属高等学校2年のインターハイでシングルス3位、2004年3月のオランダジュニアではシングルス、女子ダブルスともに3位入賞する。しかし、2004年、 高校3年のインターハイではシングルス32強に終わる。2008年、早稲田大学4年のインカレではシングルスで優勝。2009年4月、山陽電機に入社。5月に開催されたスリルマンカップの代表に選出されシングルス2試合に出場した。9月のヨネックスオープンジャパンでは8強入りを果たした。2011年4月、 チーム名変更のためパナソニック所属になる。2013年3月末をもって経営合理化によりパナソニックバドミントンチームが急部。4月から母校の九州国際大学附属高等学校職員として活動を続けている。マセキヤ世界バドミントン連盟。2014年6月10日閲覧。ABC セキ関屋眉選手名館。 スマッシュネット TV2014 年6月9日閲覧。日本勢に5つの金メダル。オランダドイツジュニア、バドミントンマガジン第25巻第5号、ベースボールマガジン社、2004年5月20日、84から85ページ、2014年6月9日、閲覧。総合学園広報誌、学校法人九州国際大学。 2014年6月9日閲覧。第59回全日本学生バドミントン選手権大会。日本バドミントン協会。2014年6月9日閲覧。バドミントンチームについて。パナソニック。2014年6月9日閲覧。第11回世界国別対抗バドミントン選手権。日本バドミントン協会。2014年6月10日閲覧。BWF。 L.I. ニング2009スーダーモンカッププレイヤーズマユセキア世界バドミントン連盟2009年6月9日閲覧ヨネックスオープンジャパンスーパーシリーズ2009マチャス世界バドミントン連盟2014年6月10回閲覧 A.B. 栄光と感動の33年パナソニックバドミントンチームマイナス発足からの歴史を振り返るマイナスパナソニック 2014年6月9日閲覧、ありがとうございます。